都市型マイスってどんなイメージを考えればよいですか。はい、マイスっていうのは普通皆さんが考えるのは大きな、倉庫みたいなところで、車の展示ショーとか、うん、いろんなたくさんの人が集まっていろんな展示をしたり催しをしたりするというのがマイスのイメージだと思うんですけども、実はですね、これ新たな建物も作らなくても奈良市ではもうすでに、会議型のマイスがですね、もう成立する状況になっているんですよ。那覇とがありますよね。その周りにたくさんのホテルがありますよね、はい、そして天仏館がありますよね、でパレット市民劇場がありますよね、タイムス新報ホールがありますよね、これだけのエリアに会場が密集している都市というのはなかなかないんですよ。いっぺんに泊まれる施設があって、そういうものをですね、商品として売り出したらどうですかというのが都市型マイスなんですね。例えば我々が会議をしようと、全国会議をしようとした場合に結構大変なんですよ。どこでやるのか、どういうイベントを催したらいいのか、泊まるところはどうなのか、それをですね、事前にパッケージとして売り出したらどうなるだろうと、予算が自分たちは一人当たり5万円だったら、5万円コースというパックが売り出される。これ当然民間が考えるんですよ、このパッケージは。那覇アートとホテルでもいいですし、那覇アートと、パレット市民劇場とホテル、この組み合わせもですね、宿泊場所も組み合わせる、でいろんなホテルがいろんな値段を設定しながら、でいろんなところと提携しながら商品を作っていくんですよ。そしたらこれ100種類あっても私はいいと思ってるんですよ。そしたらその中から、じゃあ自分たちのイベントはこれに向いてるなとポンと申し込んだら全てが手配されるということであれば、もう先進的ですよね。一発で、準備もいらずに OK という形になりますので、そういうものをですね、できないか、さらにこのパッケージの中にですね、伝統芸能も組み込む、アトラクションはこんなのがありますよと、そしたら流部、それが空手とか習っている方々はそこのアトラクションなんか組み込んでもらって年間の行事のスケジュールができるんですよ、一発で。そういう売り方をね、できたらなと思ってて、それは観光協会を通じてですね、私はぜひやりたいと思ってますね。8月にはすでに実証済みでかなり大きなお金が落ちていくということですので、那覇がとっても元気になるという楽しみです、はい、政策です。これは私一番即効性のあるものだと思ってます。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そうそう、100種類ぐらいのパッケージでさ、流部組とかこうやったらね、例えばなんとか流部道場は1年間の受注ができるんだよ。そういうことでしょ、だってマイスの申し込みなんて2年前から始まるんだから。だからここでね、芸大卒業した人の職業が出来上がるんだよ。で空手もプロ空手でしょ、急な選手なんかは。そういうのどんどんオリンピック選手のあれが見れますよって、少しステータス上げて、5万円のところを8万円コースとかね、こんな形でやっていけば、すごい面白い、楽しそうですね。そう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 、僕の頭にはこんなことしかないよ。